アルゴリダ県、またはアルゴリス県は、ギリシャ共和国のペロポネソス地方を構成する行政区の一つ。県とはナフプリオ。アルゴリダ県は、ペロポネソス半島の東部に位置し、県の中央部にのみ農地が多く見られる。県南部及び東部は海岸であり、西部と北東部、東部は高地となっている。主な県の生産物は、オレンジやオリーブなどである。 アルゴリダ県の西及び南西は、アルカディア県、北は、コリンティア県、東及び南東は、ピレウス県の鳥人にそれぞれ接している。また、県の南は、アルゴリコス湾に面している。古代のアルゴリスの領域は、鳥人を含んでいた。県の北西部には、リルキア山脈やトラヒ山脈が走っている。人口3000人以上の都市には、以下がある。 1833年から1899年までアルゴリダ県はイドラ島やスペーツェス島、キティラ島なども含まれたアルゴリドコリンティア県の一部であった。また、1909年にはコリンティア県の地域も編入されたが、1949年にコリンティア県が分割された。1998年には洪水による大きな被害を受けた。 アルゴリダ県アルゴリダ県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。アルゴリダ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのアルゴリダ県は以下の16の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。県には以下の3つの郡があったが2006年に降法的な 位置づけは行われていない。ありがとうございます。